馬鹿 正直に正面突破か。 回り込んで楽しようぜ。 呼びやがったぞ。 嫌がる。 Yeah!
標なんだね。離れるな。ちょっと見るだけ。
Yeah.
Yeah!
召喚獣、シバ。ねじ伏せたのは褒めてやるが、後悔すんなよ。あの時楽にしてもらえばよかった。なんて。まだ嫌がったか。間違いない。ルシだよ。 やめろ。命が惜しけりゃおとなしく運ばれな。<笑>
続いてパージに関する情報です。政府の発表によりますと、先ほどパージが完了し、国軍を旅立った市民はすべて無事にパルスへ到着したとのことです。ええ、おっしゃる通りです。パージ政策は大きな痛みが伴うことは否定できません。しかし、 数千万の国軍市民を守るには、やむを得ない状況でした。ダイスリー代表はこのように述べ、パージの必要性を強調しました。今後再びパージが行われるのかという質問に対しては、パルシエデンの指導を仰ぎ、総合的に判断すると述べるにとどめました。政府に都合の悪い話は全部隠してやがる。 あの黙示戦争より長きにわたり、国軍はパルスの侵略を受けることなく大いに栄えてきました。この平和を永遠に守り続けること、それが政府の使命であります。政府は今後も全力を挙げて国軍の平和を脅かす敵と戦い続けるでしょう。俺たちは死ぬまで追われるわけだ。あのさ、うん、 近頃のガキときたら、ガレンス・ダイスリー、政府の代表だよ。人殺しの親玉だ。緊急世論調査によりますと、市民の93%近くがパージ政策を支持しています。必要な場合はさらにパージを行うべきとの回答も7割に達しています。どいつもこいつも 行かれてやがる。暇な奴らだ。すごい。国民市民に光を巡る。 政府のパルシと来たもんだ。
追いくのか。追っ手が来る。んなことは分かってるが、こっちは素人なんだ。あんたのペースがついていけねえよ。愚痴る元気はあるんだな。あ、たく。あの、あっちの方が頼りになるぜ。 すいません。ねえ、逃げようよ。逃げてどうにかなるのかね。国軍全部が俺らの敵だ。どこまで逃げても追い回されだ。どうせもうじき死骸だしな。 まだ平気だよ。簡単に諦めないでよ。諦めちゃいねえが、世の中どうにもなんねえこともあるんだよ。ガキには分からんだろうがな。分かんないよ。ガキだから。ああ、まあガキと一緒に迷子じゃしゃねえな。逃げようや。 よっしゃ！ 行きますか！